はい、クルトンですね。中開けてみました。なんかシリンダータイプのケースですよね。なんかバブルバッグの初期のケースを意識してるような感じですよね。まあスリーピーではないですけれども、なんかとてもその防水性に関しては、多分こういうメーカーが、まあロレックスに対して自分たちはこういうアプローチで、防水性を、保つ時計を作ったんだっていうような、感じがしますよね。これも、まあ、ミドと同じく、ハーフローターの機械が入っています。まあ、この辺で、まあ、ハーフローターがいいか、フルローターがいいかっていうような、まあ、時計会社の、まあ、姿勢が現れてたと思うんですけれども、まあこの辺ではまだ正直、まあどっちがいいかっていうのはあまり評価がどっちに分かれてたとは思えないですけれどもね。この後もハーフローターの時計がいくつも出てきますから。ただロレックスを非常に意識した作りであることは間違いないですよね。しかもその自動巻きの構造こそ違いますけれども、自動巻きにして、まあその当時の時代のこう最先端の時計を作ってたんじゃないかなと思いますね。このミドっていう会社も。あ、ミドじゃない、クルトンか。まあ、非常にこう、真面目な作りで好感の持てるメーカーですよね。はい、クルトンの機械でした。